こんばんは。こんばんは。ふみおと2人でございます。いや、アジニストアジニストアジニストとリドーです。あ、リドーですか。サモハンじゃないさあ、そう、ごめんなさい。もう一回いきます。はい、どうも皆さん、こんばんは。はい、こんばんは。長崎のサモハンキンポことリドーでございます。よしよしよし。アジニストことふみでございます。はい、ということでね、今日は夕末目からそうですね、エギング調香やっていきたいと思います。おい、そしてなんと炭漬けをまだできてないと。あ、エアレキ。てことで3キロのアオリカを釣ったことのあるフミオがね、パワーをくれると。これはもうスピリチュアルエギングとして、あ、そうですね、皆さんにお届けしていきたいなと思います。ねえ、ヘアさん、今日はリルレさんのためにパワーをですね注入していこうかなと思います。パワー一つのやつや、それ。あ、そうですね。今日はサポッティングです。いきますよ、勝手に。ハッピング。今日はですね、サポッティングっちゅうことで、デュエルのキャストプラスの3号ですね。ブルーヤコ、このブルーヤコめっちゃ釣れるんですよ。これいいんすよ、めちゃめちゃ。それじゃあやっていきましょう。勝手にサポッティング。うわー、いい塩。ちょっと出てるとこ、あ、塩が効いてていい感じですね。そうですね。わーお、わーお。わー、来た。もうやってもうた、やってもうた。入っとるやん、これ。1日戦えんで。わー、リタイアしそう。はい、こんばんは。近い。どうもー。カメラが負けるわ。釣れそうやな、このエギ。飛んだー、愛のめちゃめーと。どうなのよ。イカちゃんですよ。どうなの、割と順じゃない。ちっちゃいけどイカちゃんですよ。イカちゃんでしたね。おー、やりましたね。やりましたよ。このあなたからもらったあの、パタパタの、はいはいはい、グリーン、グリーンです。グリーンだよ。いいんだよ、いいんだよ、グリーンだよ。リリースさせていただきます。了解です。行こう。よし、ちょっと待って待って待って、ゆうすけの日やん今日。よーしよしよしよし、来たー。ゆっくりよ、ちょっと待って。あー、寝かかった。ちょっと誰か来てー。さっきよりはサイズアップですね。いいじゃない、いいじゃない。足場が悪いです。そうですからね、気をつけて。よいしょー、よいしょー、てってれー。2杯目ー。またグリーンだよ、グリーンがいいんだよ今日。サクッと測りますね。それサクッと測りますか。見えますね。見えます。チェロです。650のサービスでございます。やった、ありがとうございます。ありがとうございます。一応今試合みたいなんで、もうすぐまた投げたいと思います。やりましょう、やりましょう。リアイソース、安定のリアイソー。うわ、来た来た。よいしょよいしょ。あ、あ、いい。でかいでかいでかい。来た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 。でかいの来ましたよ。来てください。サイズいいっすよ。どうかな。あ、あげる、大丈夫よ。ちょ、危なかんね。ギャフある。あ、ちょっと待ってね。よいしょ。わ、ごめんね、ごめんね、ごめんね。ありがとう。あ、でかいでかい。
やっぱり俺じゃないですか。映ったよな。でかくない？でかくないですか？これでかない？皆さん今から計測します。はい、ゼロっすね。見えてないよ。あ、ごめんなさい、まずゼロっすね。すぐ、せこすぐに戻る。じゃあ、この関連にかけて、さあ、どうかな。ででん、わ、キロジャス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 。うわー、フービオはやりましたね。やりました。しかもサポッティングできてます。できてます。どうなんすかね。リアルイソス JB っすね。あ、3号やっぱり、3.5 っすね。どんな感じだったんですか？2回目ぐらいしゃくったときに、ダブルヘッドでございますね。あ、サポッティングできてますね。サポッティングですよ。完全なサポッティングですよ。当たった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 。今の感じよ。今のは今のは。これ取ろう、これ取ろう。今のはパンチョやったろ。パンチョやったよ。はい、来た。あ、今のはパンチョやったろ。どっか行ったかな。来て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 。はい、来たー。完全なるパンチやったろ。墨付けしたい、墨付けしたい。いや、墨付けをしたいんですよ。ただいや、もうどうなのかこうなのかをもう墨付けをしたいだけなんです。いや、キロとかはないけど、まあ500はあるんじゃないですかね。もう来ましたよ。あー、でもギリあるなしぐらいですか？あるかもよ。可能性はあるなし。可能性はあるかもよ。オスだしだって。あるかもよ。オスなのよ。すみません、一回ちょっと測る前に水をちょっと抜かしていただきますね。はい、これ言われるんで、こうお前墨付けそれはできとらんぞと。今日墨付けしたいってオープニングで言いましたからね、僕は。はい、さあどうなんでしょうか。見えてますかね、ゼロ。見えてます、見えてます。行かせていただきます。どうなんでしょうか。まだ数字は見せませんからね、皆さん。了解です。数字は見せませんよ。はい、リルレの墨付けができてるんでしょうか。お願いします。お願いします。前回の墨付け企画ではかすりもしない結果だった。830。よいしょー、墨付けがあります。よかったです。はい、長かったですけどね。昨日まではいかなかったですけど、まあ、全然上等でしょ。ありがとうございます。エギはですね、はい、これはね、ヨウズリの煽り球ですね。シャンテン5号になります。シャンテンですよ。シャンテンの5号でございます。シャンテンの5号ですよね、はい、やっぱりね。ありがとうございます。テンション上がっております。おっさんですね。ちょっと美味しくいただきたいと思います。炭、はい、漬けのイカなんでね。やったですね。ありがとうございます。ありがとうございます。やったよー。お父さん、お母さん、来たよ。サイズ上がってるんじゃない？これ絶好調よ。あ、サイズ上がってますね、さっきよりちょっと。振り上げじゃなくてスーってスーって水道筋にスーって。またグリーンだよ。3杯目です。今日絶好調ですね。ゼロですね。ゼロです、はいはい、かけますよ。はい、どんぐらいいくのかな。はい、865。おお、サイズがいい。いいサイズ。ちょっとお水も入ってるんで、でも言うても800は、まあ、800は今ありますね。あります。はい、ナイス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 。同じ駅、同じ駅です。グリーンだよ。いいんだよ。さあ、いや、連発してますね、皆さん。あ、よかった。でもエアリティちゃんに墨付けできて、もう今日の目的を果たしました。どんなんですか。いや、いいかなと思ってたんですけどね。いいながらじゃないですか。違うんですか。すぐに取りてる。はいはいはい、なるよ。待ってそれ、やばい、バレる。あ、ちょっと待って。あ、どうしよう。あ、ほら、いっぱい濡れた。取り上げれる本当に。おめでとうございます。あげてます。はい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 、はい、一応メスちゃんですね。
まあでもね、釣れたんでこれエナルギーでよかったっす。エギはね、同じです。はい、ヨウズリのね、アオリキュー、アオリキュー 3.55 ですね。はい、赤下地のやつ。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと待って、あった、ちょっと、いいじゃない、小さいんで、小さいんでリリースしてきます。俺のちょっと目にかかったんで、すいませんけど、お持ち帰りしますんで、はい、はい、美味しくいただきます。美味しくいただきます。はい、よかったです。やられたわよ、やられちゃったです。うわ、やばい、これ目にも入ってますからね。エキス注入ですね、目薬みたいなもんです。目薬ですね。どうですか。いや、いいですね。いいですか。あら、かわいい。かわいいですけどね。かわいいですけどね。もう今日は一貫してリアルイソスジエビで戦ってますけど、これはね、鉄板なんですよ。ちょっと買えそうなんで逃がしますね。はい、タイムリミットが来てるんですよね、そろそろ。はい、来ました。皆さん来ましたよ。グリーンに変えた途端だもんな。釣れました。5杯目です。ちょっとちっちゃいですね。返したいと思いますけど。あ、今日いっぱい釣れるな。今日もグリーンです。グリーンだよ。いいんだよ。ダートマスターはまだ今日使ってなくて。これ行きましょう。モンスターマスター。はい、あ、あ、いいですね。はい、釣れましたよ。サイズもいいですね、ぼちぼち。まあ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 。500あるなしぐらいですね。うん、あるなしぐらいですね。エギはですね、ダートマスターの 3.55 モンスターマスターになります。いや、どんな感じちなみに来たんですか。潮がね、聞いてるところのラインを通して。はいはい、はい、でも当たり全く分からなかったです。リルレさんあるあるっすね、はい、リルレさんあるあるっすね、はい、バカにすんの見かけしろよ、ほら、ふざけんなこの野郎、タコ野郎。よいしょ。あ、タコちゃんじゃないこれ。赤ちゃんじゃなくてタコちゃん。あ、違う、これ何イカ、これ何イカっていうの、この皆さん。あ、ちっちゃい、ごめんなさい。これじゃあリリースするわ。はいはいはい、センキュー。アオリキューですね、ヨウズリ。ゼブラのやつ、赤下地。今日一日ありがとう、今日という日はありがとう。やっぱ軽いんだよ、これ。あー、どうしてもやっぱり。おー、釣れますね。なんもそら、ちょっと場所変わらんすか。いや、今ですよ。次変わる、これ開けたら変わりましょう。やっかいだっかーい。まあしてるね。よし、はい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 、来ましたよ。はい、また来ました。エギは変えてないです。アオリキュー。さっきよりちょっとサイズアップかな。うん。はい、お疲れ様でーす。お疲れ様です。いやー、爆笑でしたね。爆笑でした。気持ちよかったよ、はい、久しぶり。久しぶりのリルネ。久しぶり、気持ちよかった。ご褒美会やったっすね、リルネ。最近ずっと頑張ってたん んで。撮影会でね、ゆうすけが結構頑張ってたんですよ、最近ずっと。ロングタイムでもうめちゃめちゃやってましたもんね。長い時間やってましたから。どのぐらい ?1 日平均行ったら、12時間超えてます。はい、朝まずめから夕まずめまでいますからね。すごい、はい、これそれ報われてるんじゃないですか。報われました今日、当たり駅があるそうで、豆腐がですね、グリーンだよってあのリルレさんからもらったんですけど、この前もう最初からすでにこの穴が開いてたんですよね。そう、
こう新刊のとこに。そうなんですよ、穴が開いてたんです。で、何も改造せずに今日使ったんですけど、うん、今日当たるでしたっけ。ありがとうございます。よかったっす。今度からもずっと穴開けていこうかなと思って、何でもかんでも何でもかんで。で、続いてアジニスト組を。アジニストが、やっぱりこうキロ釣っちゃうんすね。弾ける 100%まあ、でリアイソで、ね、サポーティングできたっていうことで、はい、ヒロアップおめでとうございます。素晴らしいね。続いて私、なんと皆さんお待たせしました。念願の炭漬けをさせていただきました。よっ、ありがとうございます。4、5回行ったとかな、頑張って。動画にもね残してるんですけど、2本ぐらいね、ちっちゃいのもサイズが、メンバーからもお前は全然釣れねえなってダメだな、なんで釣れねえんだろうなお前だけなって言われてた。うわーっと釣れました、よかったです。まあ今日の MVP としては、皆さんこちらの写真見てください。ドン、はい、こちら。ちっちゃいな、これでしょ。これイカじゃないです、タコです。タコみたいやけども、タコでしょあれ。いや、イカらしいですよね、あれね。なんか多分ミミイカっていうイカだと。ミミイカちゃん、すっごい可愛いミミイカちゃん。はい、ってことでね、冬のね、アオリイカ爆笑ということで、爆笑やってやりました。はい、これがいいと思った方は、はい、チャンネル登録、いいねボタン、ベルマークの方、はい、よろしくお願いします。それでは、バーイ。ダメね。